しかしバチンという大きな音が響き渡りました。今のウィリアムズはね、はい、まさかこんな技をやられるとは思わなかったでしょうからね、考えてもいなかった展開、そんな感じでしょうか。そうですね。さあモスマン前線しています。エルボー、そしてキックを繰り出すモスマン。コーナーに追いやられているのがウィリアムズです。急成長著しいこのマウナケアン・モスマン。さあその活躍に期待。さあ舌を大きく出しました。序盤モスマンが攻めています。さあ今度はゆっくりと攻撃を組み立てるか。さあコーナーに喉元に決まります。大きな音、そして汗が飛び散る。さあ左手を取られた、苦しい表情。投げたのがモスマン。さあダメージはモスマン倒れた。しかしよく前線しています。追いやられているのがウィリアムス。パンチ、そしてキック、ところに決まりました。もう一度、攻めていけばいいんですよね。前線してますね、さあそしてチョップ、投げたのがモスマン。さあどうだ、両者ともダメージ。さあ若さのモスマン立ち上がれるか。ウィリアムスにもダメージがある。さあ両者、ウィリアムスが速い。前線しています。さあカウントは2、カウントは2。ボディで行きました、ショルダー。さあここでウィリアムス自力を発揮して、モスマンが攻撃が最大の防御になるということはよくわかりますね。もう攻めてるうちは安全ですけどね、ちょっと隙を見せたらもうやられてしまいますからね。モスマンとしては攻め続けたい。そうですね。さあコーナーに振った、うまく避けているぞ。おっと返された。しかし随所にいい攻撃が見られますね、モスマン。さあ格上との対戦です、モスマン。さあモスマンとしては攻め続けたい、ウィリアムスとしては自分のペースにしたい。まあね、まあ、余裕はね、ウィリアムスにはもう全く余裕がありますからね、モスマンがどこまでやるかというのが興味のもとなんですが。そうですね。ですから、さあいいですよ。さあカウント、カウンター1。さあ一気にいくか。さあウィリアムスも胸にヒットを繰り出します。まあ、こうやってね、こういう技が出るだけ、成長したことになりますよね。そうですよね。普通ですとね、もう怯えちゃって手も足も出ないんですがね。そんな姿全く見られませんね。ね、怯えてるなんて姿は。ウィリアムスとしてはこんな試合展開ではなかった、そんな。そうですね。さあこれも攻めています。さあカウントは、カウントは2。ただウィリアムスはこんなはずじゃなかったんだかなと思って今ちょっと慌ててるんですが、そうですね、まだそんなに気にすることはないぐらいの。さあトップロープが来ました。サモソンピンチ、カウントは2。拍手が沸き起こります、後楽園ホール。モスマンがどこまでやれるか。ダレット左手を取られています。ウィリアムスのラリアット、もう一ついくか。
モスマン逃げたい、逃げた、後ろに行ったぞ、エルボー、さあエルボーが一発決まった、自分で行った、さあコーナーにオクラハマスタンピード、危ない、カウント2、よく食らえています。そうですね、さあドクターボン、カウントはカウントは決まってしまった。前線していたモスマンなんですが、やはり最後はウィリアムスのいいようにやられてしまった、まあそうですけども、でもモスマンがやっぱりよくいろんな技が出ましたからね、これで本人もまた自信を持ったんじゃないですかね、どんな宝石よりの赤コーナー、三沢秋山組は現在世界タッグチャンピオンベルトを保持しております。1000シリーズにとって、そして初防衛を果たしました。一方の青コーナー、小橋健太、超スライではありますが今日は三沢との対戦です。60分の一本勝負、サマーアクションシリーズ開幕戦、三沢秋山組対小橋ブライアンダイエット。さあまずは小橋と三沢が早速肌を合わせました。前に出たのは小橋です。ゆっくりと相手を牽制しながら小橋が下がっていきます。三沢の表情、うっすらと額に汗をかいておりました。一方小橋、褐色の肌に闘志がみなぎります。三沢をサイドのヘッドロックに捉えて、三沢が小橋を振った、自分は直角に走ります。さあノースサウス、イーストウエストのロープワーク、おっと巻き投げ一戦、ヘッドシタース、そしてスクとなって、もう一回今度はエルボーから逆水平、エルボーと逆水平、お互い得意技の応酬、バックを取った、おっと三沢これを読んでいます。ローリングのキックもかわした、そして円錐もかわしています。小橋腕を回した、速い動きだ、ドロップキックは三沢ブレイクしました。まず序盤戦、このサマーアクションシリーズ開幕戦で三沢と小橋が相まみえた激しい動き、一つ落ち着きました。お互い距離を取ります。さて放送席はジャイアント馬場さんですが、馬場さんよろしくお願いします。はい、よろしく。さてこのサマーアクションシリーズ開幕戦も見どころがいっぱいですが、まず赤コーナーの三沢秋山組、いろいろ1000シリーズでは大きな動きがありました。このチャンピオンチームが新しく生まれました。まず先のシリーズを振り返ってください。そうですね、まあ、秋山がねここまでやるとは思いませんでした、はい、でも実際に秋山がだんだん良くなってきてる、強くなってきてる、上手くなってきてるということはもう分かってたんですけどもね、ここまでやるとは思いませんでしたね。札幌の、はい、武道館の時に、ウィリアムスエースを相手にね素晴らしい仕事をしましたね。はい、ブライアンダイエットがアトミックドロップから大きなバックドロップを見せました。そして片指に固めます。この三沢秋山組といいますのは1000シリーズ札幌2連戦1日目に世界タッグを奪取しました。この時点で現在戦っている三沢は3冠のタイトルと合わせて5冠王になりました。その次の日田植えに敗れて3冠のベルトは失っている三沢、現在は2冠です。先のシリーズ、ね、はい、三沢がね五冠を維持するんじゃないかと思ってましたけども ね、たった1日の五冠王でした。そして先のシリーズの最終戦では三沢秋山組がウィリアムスエース組を退けて、しかも今赤コーナーに下がっている秋山が自らの必殺技で初防衛を果たしました。そうですね、はい、三冠ベルトは田植え、非常にこの全日本プロレスの中で大きく大きく波が動いたシリーズが先のスーパーパワーシリーズでした。そしてこのシリーズの開幕戦では小橋そして三沢が肌を合わせる、こういったところでファンもこの長州大軍の成り行きにも注目しています。さあ赤コーナーから三沢に代わって秋山が入ってまいります。一方青コーナーはすでに小橋からブライアンダイエットにスイッチが行われています。秋山純、この96年の上半期田植えとともに全日本プロレスで大きく大きく伸びて、そして注目を浴びたレスラーです。そうですね、
ですけどもね、このダイエットもね、はい、モスマンのようにアメリカからその日本に留学に来た選手なんですよね、ですから非常にあの短期間ではありますけども、はい、三沢やその川田や田上、小橋、秋山、こういう人たちのレスリングをよく見てましてね、勉強してましたからね、その非常にあのいい選手に育ちましたよね。確かに田上、秋山の活躍は目立ちますが、モスマン、それから今日ここで試合に出ているブライアン・ダイエット、こういった新戦力も見逃せない全日本プロレスの大きな新しい動きです。さあそのダイエットから小橋がスイッチを受けました。試合の権利が小橋健太に移っています。そして三沢と今日肌を合わせている小橋、まず最初先陣を切ったのはこの試合小橋と三沢でした。現在は小橋と秋山です。オレンジ色のショートタイツが小橋健太、立ち上がっています。そしてレッグスプリットの体勢、秋山純が下になっています。馬場さん、しかしこの小橋も長寿大軍で、まあ、三沢とコンビを組んで世界タッグを実質1年半も保持していました。そういう時期もありました。それから少しずつ小橋のもう超世代離れといいますか、こう独り立ちする時期にも来ているのか、ファンもそのあたりが非常に気がかりなんですよね。まあ、それはね、どうなるのか分かりませんけども、ただ、秋山と三沢と組んで挑戦したら、秋山はジャニーズでその強くなって、はい、ベルトを取ってしまったというところがちょっと嬉しい誤算といいますかね、まあ、ある意味では全日本プロレス関係者、それからファンにとっても強い人がどんどん現れる、贅沢な悩みが生まれてきたわけです。さあそしてジャンピングニーから今カバーに入りました秋山、そしてこの心境著しい秋山がこの小橋とはシングルマッチがこのシリーズも組まれています。これもファンにとっては見逃せないカードです。そして小橋健太は何と言いましても最終日本武道館大会で去年の10月25日今入ってまいりました三沢に挑戦して以来の4回目の三冠タイトル挑戦が控えています。あのね、秋山もね、はい、岡山でその田上とシングルマッチがあるんですね、これも非常に楽しみなんですよね、はい、秋山にとっても小橋にとってもこの96年サマーアクションシリーズは熱い熱い夏になりそうです。さあ小橋がチョップで三沢を攻めていきます。ただこの長寿大軍の奇襲三沢光晴との対戦について小橋健太は特に違和感はないですとこう常々語っております。滞空時間の長いブレインバスターからそのまま落としていきました小橋健太。カウントは2。そしておっとブライアンダイエットに指示を出しておいて、そしてタッチをしてからブライアンダイエットトップロープからダウンのハンマーを落としていきます。さあブライアンダイエットがトップロープからリングインしてまいりました。本当に大きな人です。ベアハッグに捉えました。これも非常に高々とダイナミックなベアハッグです。ブライアンダイエットニューカマー新顔です。199センチ130キロ、35歳、1970年12月12日コロラド州のデンバー出身です。コロラド大学を卒業しまして、あのアメリカンフットボールナショナルフットボールリーグ NFL のデンバーブロンコス、ニューオリンズセインツを経てプロレスの世界へ入っております。アメリカンフットボールの頃はアウトサイドラインバッカーというディフェンスの選手をしておりました。このブライアンダイエットも非常に体格に恵まれています。そうですね、はい、あのこのレスリングを覚える時点ではですね、上半身がこれ以上大きくなると、はい、ダメだったんですが、もう受け身も全て覚えましたからね、これで今度はもう上半身筋肉が大きくなったら素晴らしい選手になると思いますね。そうですね、素材としてはピカイチです。今年の2月にアメリカではプロデビューを果たしておりました。このチャンピオンカーニバルから全日本プロレスの練習生として加わりまして、5月の27日青森大会で全日本プロレスデビューを飾っております。そしてこの小橋と組んで、まあ、引き分けの試合も演じておりまして、まあ、スタミナのところもあるところを見せています。
この体ですからね、スタミナとかそういったものにはもう全然心配ないと思うんですね、はい、試合に慣れてくればですね、これからこの全日本プロレスのファイトにどう馴染んでくるか、そのあたりも吸収の早いダイエットです。さあ、そのブライアンダイエットをリードする小橋健太、5月の24日札幌次期三冠挑戦者決定戦では田植えに敗れました。その田植えが先シリーズ最終戦で三冠チャンピオンのその河原が三冠チャンピオンの田植えに敗れました。そしてこの最終戦では田植えに小橋が挑むということになります。小橋健太は田植え明とはシングル戦でまだ1勝も挙げておりません。引き分けは何度となく演じています。小橋、最終戦の田植え戦にもちろん照準を合わせてくるでしょう。しかしその間にもこうして見せ場との熱い戦いが挟まっています。毛先の逆水平チョップ、そしてダブルのハンマーです。小橋汗びっしょり、そしてバックを取ったバックドロップ、岩石落とし、三沢を投げます。ロープブレイク、カウント2のところでロープブレイクです。三沢落ち着いています。そしてダイエットに指示を与えてコンビネーションを見せます。ニュートラルコーナー、ハイキック、おっとこれは三沢エルボー、そして小橋の腕を取ってタイガードライバーか、タイガードライバー。さあまずはリングの中央、これは小橋たまらずエスケープ、ブラインドアイムダイエットがドロップキック、そして秋山に突っかけて放送席前モニターも揺れました。ブライアンダイエットなかなかいい動きを見せています。しかし三沢のエルボーに捕まったハイキックで応戦だ、そしてあとローリングのキックがこめかみにヒット、そして秋山にスイッチです。10分経過、60分の一本勝負。秋山が赤コーナーのトップから飛んできます。弓を引いた秋山純、そしてカバーの体勢は片入り固めです。カウントは2、サマーアクションシリーズ開幕戦、三沢秋山組対小橋ブライアンダイエット、両チームともここまでは一進一退の攻防が続いています。ニュートラルコーナー、串刺し式のエルボーからノーザンライトスープレックスの体勢ですが、ブライアンダイエットも耐える。そしてここで満を持しての北斗原爆固め、カウントは2、秋山純現在世界タッグチャンピオンにしてアジアタッグチャンピオンとなった初めての男であります。そしてエクスプロイダーか、必殺技です。7月の7日、七夕の日には京都でアジアタッグの防衛戦7度目を控えています。そしてその2日後、金沢で世界タッグの2度目の防衛戦を控えている秋山です。あっとスクラップバスター、カウントは2、このスクラップバスター1つ取ってみてもブライアンダイエット身長があるだけに非常にダイナミックです。そのダイエットから小橋へ、小橋が自らを鼓舞するように入ってまいりました。もう汗はびっしょり、テレビ用の照明に小橋の汗がきらめいています。それはまさに闘魂のきらめきにも似ています。逆水平、十分なバックスイングからの逆水平が痛いほど秋山に命中します。キッチンシンク、そしてもう一発、2連発のキッチンシンクからパワーボムの体勢か、いやそのまま落とすか、秋山これを返すか、力が入ります。秋山純、小橋を持ち上げるか、小橋を持ち上げました、リバーススープレックス。しかし小橋もすぐ立ちます。エルボーには逆水平で、そして三沢がカット、背後から、いや前に回ったエルボーだ、オレンジ青そしてグリーンが交錯します。ジャンピングに、そして三沢にスイッチ、三沢が入ってまいります。小橋と三沢、小橋はロープに引った、タイムのラリアット、スピードたっぷりです。三沢光晴、6月の18日を超えまして一つ年を重ねました、34歳です。今が5回目の世界タッグタイトル、川田と組んで2回、小橋と組んで2回、そして現在パートナーの秋山と組んで1回、ただし今戦っている小橋とのコンビでは実質1年と半年世界タッグのタイトルを保持しました。まさに世界タッグタイトルのその歴史に残る名タッグチームであります、三沢と小橋。しかし今日はお互いが刃を交えております。ニュートラルコーナーに、おっとコートロック、
そしてバックを取って、バックを取って、ドラゴンスープレックス1回で、ブライアン・ダイエットの加勢もある、カウントは2、カウントは2です、ズバリ決まったドラゴンスープレックス。さあこれは三沢ピンチ、ノンタイトル戦ではありますが、もちろん世界タッグチャンピオンチームのピンチです。そしてブレインバスターを前に落としました。1点にわかに巻き起こる小橋コール、そして後頭部のギロチンドロップ、もう一発か。小橋がランダローコーナーのセカンドロープからトップロープへ、ここで三沢が入ってきます。場内大ブーイング、秋山を叩き落として、これは距離があるぞ、小橋どうする、降りました、突進する、カウンターのエルボー、さらに突進ラリアット、カウンターはどうか、ここは2。川さん、この辺りの小橋の技一つ一つにはかなりの気迫を感じますね。そうですね、この小橋の気迫が一体何を意味しているんでしょうか。96年下半期の幕開けを飾るこのサマーアクションシリーズの開幕戦、96年の下半期も全日本プロレスでは大きな大きな動きがありそうです。あとは2、ブライアン・ダイエットのカバーでした。ここで15分経過、60分の一本勝負、ダイエット小橋組が大きなチャンスを迎えています。アトミックドロップ、三沢がエルボー、そしてここで秋山にスイッチ、三沢無理をしません。この辺りの三沢と秋山のタッチワークも少しずつお互いの息が分かってくるようになりました。串刺し式のジャンピングに首投げ、フライングメイヤーから低空のドロップキック、そしてニュートラルコーナー、そこには何だろうが描かれています。あと小橋がブライアン・ダイエットをリードする、何を持ってくるか、雪崩式、雪崩式、しかしその背後には三沢がいます。さらにその背後に小橋が回った、小橋が三沢を引き受けて流れ式のブレインバスター、これは見事に命中しました。リングの中央、さあ破壊に固め、カウントは2、これはもちろん3カウントを奪えばブライアン・ダイエットにとっては大きな金星となります。さあリング上試合の権利があるのはブライアン・ダイエットだ。お、これはこれは何を持ってくる、あっと持ち上がらない、持ち上がらない、もう一度、もう一度、あっと崩れてしまいました、崩れてしまった。ここは踏ん張りどころです。カウントは、カウントは2です。しかしこれは小橋ダイエット組に構成、もう一度いきます、もう一度、さあそのまま何を持ってくるか、前に落とした、ブライアン・ダイエット後楽園ホールのファンのハートをがっちり掴んだ、カウントは2、三沢のカットです。ここに来てブライアン・ダイエットもかなりの疲労は否めません。その表情、しかし頑張っています。もう一度、二度ダメなら三度目の挑戦です。さあもう一度、さらに前に落としてくる、場外では小橋と三沢がやり合っています。今です、ダイエット、ダイエット、これはちょっと当たりが浅い、前髪が少し茶色になっている、エクスプロイダー、世界を取ったエクスプロイダーが炸裂しました。さあ返せるか、ブライアン・ダイエット、これは2発3発と食らってしまってはさすがに危ない、もう1発エクスプロイダーです。アジアの技だ、世界の力だ。さあ秋山、ヒノキになった足場の戦士、カウント3を奪いました。竹富士の縁結び、いらっしゃいませ。田上と小橋はね、今までも何回も好勝負をしてますんでね、これはまた面白いと思うんですね。田上明、とても強いですけども、まあ、必ず武道館で結果を出したいと思ってます、ぜひ見に来てください。 7.24 武道館、小橋に勝ちますんで見に来てね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。